人の本能的だったりとか衝動的な部分っていうのを結構面白いなと思っていて、今は暴力とエロっていうのが個人的にすごいグッときてるテーマで、その隠しきれない衝動を本能のままに描く、ブレイクゼイヤ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。ペインター原ナビー、2001年東京都生まれ、現在東京芸術大学に在籍中の彼女が画家を志したきっかけ、アンダーグラウンドなカルチャーとかがすごい好きで、漫画を描いてみたいなとずっと思ってて、静と動が、そうですね、入り混じってて、一個のコマでも手の動きがすごかったりとか、どうにかして漫画文化だったりとかから絵画空間に落とし込めないかなとかをいろいろ考えてて、新しいものを生み出したいなと思ってて、漫画の一コマで描かれる動き、その一瞬を切り取るのではなく動きそのものを表現したい、だからこそ絵に宿る人間の本能、殴ってるんだったら殴ってるんだったりとか、パッと見てわかるっていうわけじゃないんですけど、自分の中では描きたいものを描いてるんで、それとは違う意見だったりとか、やっぱちょっとこういうのは嫌だなとか、暴力描写はなって人もいると思うんですけど、やっぱ人間欲だったりとか、その本能的な部分とかに動かされて生きてる生物だなと思ってて、暴力だろうと性だろうと、それが本能ならば描く意味がある、それを伝えるために彼女が作品から捨てたもの、なんで服を着てるんだろうって一時期思ってて、人間ってもともと裸で生活してた生き物だなって思ってて、昔からみんな裸だったらどうだったんだろうとか、普通の体の表現とは違ったことをやっぱり漫画だったりとか絵だったりとかは自分の好きなように表現できるんで、ちょっとスケベな絵なんですけど品があったりとか、やっぱそういうものが大切かなと思ってて、人間とは何か、そんな永遠のテーマと向き合い、本質を描き続けるからこそ彼女が願うこと、やっぱ SNS が普及してるんで、なんか誰かが写真上げてるから見た気になっちゃったりとかが結構多いんで、生で見に来てほしいなと思ってて、そういう突き動かすじゃないんですけど、何か人に影響を与えるみたいなのが目指してるところではあります。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代アーティスト三沢良介のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。